ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ついにサービスが終了するのか。終了前に欲しいものがないかチェックしないとな。何が終了するの？あ、霊夢か。少し前に 3DS と EU の任天堂 e ショップが終了するって告知されたんだよ。確かにそんなニュースが流れていたわね。私はそろそろ終了すると思っていたから。欲しいソフトはすでに購入済みよ。さすが霊夢だな。せっかくだから今日は任天堂 e ショップ終了について解説しようかしら。私も参考にしたいからおすすめソフトの紹介もお願いしたいんだぜ。もちろん、任せといて。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけど今回はサービスの終了が告知された。3DS と EU の任天堂 e ショップについて解説していくわね。わかったんだぜ。まず最初に e ショップとはどんなものか説明するわね。任天堂 e ショップとは任天堂が提供するソフトのダウンロードストアで、3DS と EU それからスイッチの任天堂ハードで展開されていて、Wii で提供されていた e ショッピングチャンネルを元に改良されたサービスになるの。Wii の時はまだ e ショップって名前じゃなかったんだな。e ショップは2011年に 3DS で、EU では2012年からサービスが提供されていたのだけど、今回2023年3月に約10年続いたサービスの終了が告知されたの。すでに本体も製造を終了しているから仕方ないんだよな。確かにね、サービス終了が告知される少し前には、クレジットカードや交通系電子マネーの取り扱いも終了が告知されていたから、私はそろそろ終了が近いと思っていたのよね。なるほどな。だから霊夢は事前に予想できてたんだな。あとサービス終了前の注意点として大事なポイントがあって、e ショップの残高追加は2022年8月30日で終了となるから、欲しいソフトがあって悩んでる場合は事前に残高追加しとくべきね。直前に欲しいソフトが出ても買えなくなるんだな。でも8月以降も任天堂のホームページからはアカウント連携で残高追加できるみたいよ。それは貴重な情報なんだぜ。それから今回のサービス終了は新規購入についてのみだから、すでに購入済みのソフトは引き続きダウンロードは可能とのことよ。慌てて本体に入れる必要はなさそうだな。ところで霊夢は終了前にどんなソフトを購入したんだ？そうね、3DS と EU でそれぞれ買ったものは異なるんだけど、3DS だと主に追加コンテンツやゲームボーイのソフトがメインで、EU になるとゲームボーイアドバンスやスーパーファミコンなどのバーチャルコンソールがほとんどになるわね。基本的にはレトロゲームの購入が多そうだな。確かにね、今ではスイッチオンラインで一部提供されているソフトもあるんだけど、プレミア価格のついたソフトが格安で買えたり、スイッチでも提供されていないソフトも数多くあるからこそ、レトロゲームは今のうちに購入するべきだと思っているわ。なるほどな、レトロゲームは古くなれば入手難易度も高くなるもんな。それじゃあ、ここからは私がおすすめするソフトを紹介するわね。わかったんだぜ。まずは 3DS のタイトルから紹介するわ。最初の1本目はポケモンシリーズになるわね。いきなり王道タイトルから紹介するんだな。これには大きな理由もあって1本目に紹介したの。ポケモンのソフト自体は販売本数も多いこともあって、中古でソフト自体購入するのは容易なんだけれど、現行のメインタイトルであるソードシールドでは一部出現しないポケモンがいて、そのポケモンを使うためにはバーチャルコンソール版のポケモンから移行が必要なの。なるほどな、それが主な理由になるんだな。そういうことになるわね。今回 e ショップの終了に伴って従来は有料で提供されていた、オンラインでポケモンを管理するポケモンバンクの無償化が告知されたの。だからこそ今のうちにバーチャルコンソール版のポケモンを買っておくと、今後のシリーズでも旧作のポケモンたちを連れ歩けるの。ポケモンが好きな人は買っておいた方が良さそうだな。続いて紹介するタイトルはファイアーエンブレム F になるわ。これもダウンロードした方がいいタイトルなんだな。このソフトは少しだけ特殊な理由があるのだけど、ファイアーエンブレム F はパッケージ版だと白夜王国とアーニャ王国の2種類で販売され、ダウンロード版ではファイアーエンブレム F として1種類の販売がなされてたの。パッケージ版とダウンロード版で扱いが異なるのか？この作品は第6章までは共通の内容になっていて、その後は白夜王国とアーニャ王国で展開が異なってくるのだけど、ダウンロード版では6章で白夜かアーニャをゲーム内で選択するようになっているの。
なるほどな。だからダウンロード版では1種類なんだな。ただこのソフトはダウンロード版、パッケージ版両方ともダウンロードコンテンツとして、選択しなかったもう片方のシナリオを有料でプレイすることができるようになっているの。当時はアンロック商法なんて批判も多少はあったんだけど、e ショップが終了するとアンロックすらできなくなるから、シリーズファンは今のうちに購入してもいいんじゃないかと思うわ。なるほどな。このゲームはダウンロードコンテンツが購入おすすめ理由なんだな。続いては Wii U で購入おすすめのタイトルを紹介するわね。わかったんだぜ。まずは名作タイトルからマザー3を紹介するわね。少し前にスイッチオンラインで1と2が配信されたタイトルだな。マザー3はもともと64での販売を予定されていて、開発中止など紆余曲折もありながらゲームボーイアドバンスで販売されたソフトになるのだけど、ゲームボーイアドバンス版は現在だとプレミア価格となっていて、当時の定価以上で販売されていることが多いの。ただバーチャルコンソール版では715円という破格で購入できるからこそ、今のうちに名作に触れておくべきだと思って紹介したわ。プレミア価格のソフトが格安になるのもメリットの一つだもんな。もう一つおすすめのソフトを紹介するわね。次は何が来るんだ？ロックマンエグゼシリーズになるわ。ロックマンエグゼシリーズはすごく懐かしいんだぜ。昔はアニメも見てたんだよな。アクションゲームで有名なロックマンの現代版として2001年に登場したタイトルで、初代から6までの全作品がバーチャルコンソールで配信されているの。ロックマンエグゼって6まで出てたんだな。確かに全作品遊べるとなると買っておいても損はないかもな。もちろん Wii U 1台で全作品遊べるというメリットも大きいのだけど、もう一つロックマンエグゼを購入するべき理由があって、当時関連グッズとして販売されていた、カード E プラスのコンテンツが全て開放されていることなの。専用のカードを読み取って遊ぶやつだな。ロックマンエグゼもカード E プラス対応ソフトの一つだったのだけど、当時は連携させて追加されるアイテムやステージが多数存在していて、今だとカード現物を入手するのは困難だからこそ、あらかじめコンテンツが開放されている Wii U 版がおすすめになるの。これを逃すと手に入れられないアイテムがありそうだな。そして最後にどうしても紹介したいソフトがあって、ドンキーコング64はぜひダウンロードして遊んでもらいたいわね。随分と熱が入ってるな。ドンキーコングシリーズといえばスーパーファミコンの美麗なグラフィックで、当時子供だった私たちは衝撃を受けた作品だと思うんだけど、そんなドンキーコングが初の 3D アクションとして登場したのが本作になるの。2D から3D になって難易度が一気に上がったんだよな。当時64でプレイした方でも EU で再度プレイしてもいいと思うわ。今回ドンキーコング64をおすすめに挙げた理由としては、スイッチオンラインの追加パックでは配信予定として含まれていないからで、もし今後スイッチでも遊べるなら Wii U では買わなくてもいいかもしれないわね。あと1年サービス終了まで時間があるから、配信タイトルの様子を見て検討をしてもらいたいわ。ということで Nintendo Wii ショップ終了の話題は以上になるわ。どうだったかしら？そうだな、やっぱり終了すると手に入れられない作品も出てくるから、今のうちに欲しいタイトルをピックアップしときたいんだぜ。そうね、私も終了前に何回か買い漏れがないかチェックしようと思っているわ。みんなもおすすめのソフトがあったら教えてくれよな。それから動画のリクエストもコメントで募集してるわ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。